はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日からバトルファンタズム参加していきます。まず今日は、最初のやつだね。お仕置き美魔女コンビです。多分あれでしょ?パンに変えてくるやつでしょ?うん。多分そうだと思うんだけども、行きます。あー、やっぱりね。あ、ジュリアンテか。なるほど。で、あれね、テンションは、溜まってない状態からスタートなのね。そうかそうか、全員マックスにしたりしても、意味がないっていうことか。オッケー。これはさ、あれだよね。キラキラポーン。絶対欲しいやつでしょ。まあ、うん、めんどくさい。こっちから倒そう。はい、オッケー。転ばせとこう。もう間違いないよ。いやー、溜めていってもなー、間に合わんからねー。よし、ナイス。とりあえずこっちを、まあ、とりあえず倒そう。ジュリアンテは後でいいから。おお、食らうね。灼熱なめもいっとけ。ナイス。そこそこ与えるっしょ。いや、そこそこ与えない。耐久力なかなかだぞ。よし、もう一回。なあ、ダメか。これ結構効くんだよね、確か。おい、効く効く。で、しかも、なるほど、幻惑になるのね。あ、ど、ん?あ、道具は使い放題だ。道具使い放題。OK、OK。じゃあ、レボール。いいね。レボルほんといいダメージ出る。まあまあまあいいか。あんま入らんけども、とりあえず倒せ。こいつは倒せば、いや、パンにしてこない、もしや。それをだいぶ俺警戒してたんだけども、もしかしてパンにならない。おー、危ねえ。マジか。ミリオ体制いる。エンドオブシーンがあるね。エンドオブシーンあるわ。よし、オッケー。で、ヒューザで、いや、アイテムは使わんのこ。あー、チャージタップの方がいいのか。いや、外したら意味ねえぞ。エンドオブシーン使っとけ。はいはいはい。魅了されるともう相当やばいからね。多分ヒューザも一撃じゃ沈まないでしょう。オッケー、こいつは一回攻撃だから全然大丈夫ね。オッケー。解除したい。回復を入れると一手増えるから、それがちょっとやだな。うん、これアンルシアの、おい、結構効くね。タメルがどれぐらい発動するかによって結構倒す時間変わりそうだ。チャージタック、ナイス。うん、いけ。もうとにかく攻撃しよう。うん、75なんだよな。ナイス。もう一発。あ、ダメか。レボル。あ、でももう倒せそうだ。
これ幻惑耐性をこう絶対入れていった方がいいね。そうしないとちょっと手数が増えすぎる。うん、ナイス。もう一丁頼みます。もういいね、外さないね、最高だ。 OK、 倒してくれ、頼む。よし、なんてだった？意外と早かった気はするけども28点、なかなかじゃないですか。ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。んで次は超スライム連合ですね。はいはいはい。まあ、とりあえずちょっとここをあと5手ぐらい短くしときます。うん、幻惑耐性入れていけば多分もうちょっと早く倒せると思うんで。うんうん。で次の、放送ではここ超スライム連合何が出る、何出るだろうね。うん、まあまあとりあえずここ次やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。